はい、それでは第13回いぶき、まずは木村京子対松本博代戦の一戦です。吉田さん、はい、松本博代、まあ、あの第8回昨年の7月にデビューしてですね、はい、わずか5大会ですね、いぶきで。そうですね、はい、ここまでの成長というのは想像できました？はい、もうわずかまだ半年足らず、はい、というところですよね。そうですね、いや、それでここまで堂々とできるというのは、ね、素晴らしいなと思いますね。はい、このいぶきではこう割とトップの選手と当たるシングルで当たる機会が多いですね。はい、そうですね、いぶきの第一試合で、はい、必ず毎回第一試合で、はい、成國選手、はい、ラン選手、はい、っていう選手とどんどんやってますね。そうですよね、はい、その中でも結構内容的にもね、いいインパクトを残してますよね。はい、この大会の時も、はい、木村選手はすごい勢いがあるから、その勢いを止めてやる、言ってましたからね。いい意気込みですね。はい、だからそれぐらいの大先輩に対しても、はい、そういうコメントができるっていうところ自体もすごいですよね。はい、そうですよね。はい、まあ、今日はロードトゥーホール2ということで、後楽園ホールにつながる道になるんですが、はい、まあ、木村選手はあえてこの第一試合に来ましたね。そうですね、木村選手はこれまで、はい、同世代との対決だとか、はい、まあ、ベテラン選手に向かっていくっていう試合が多かったんですが、はい、この大会では、はい、自分より後輩を相手にっていう試合なんで、はい、結構木村選手もどういう戦いをするのか、はい、ちょっと注目ですね。そうですよね、はい、まあ、本当にこれまでのいぶきの流れとしましては、木村京子とそして江本敦子がこの主役的な存在になってますけども、はい、そうですね、今日は第一試合を木村が務め、メインを江本が務めるという展開ですね。はい、さあ、逆指固めの体勢ですが、松本博代もこのかなり急角度ですね。そうですね、この力いっぱいのファイトというのは松本の真骨頂ですけど、はい、やっぱりそのデビュー当時からアルゼンチンバックフリカを武器にして、はい、このパワーというものは吉田さん、松本に対してはすごく評価できるものあるんじゃないですか。今の若手でも小柄な選手が揃っている中、彼女はやっぱり身長も体重もあるので、ね、はい、それを生かしたやっぱりこういう技をどんどん出していくの、はい、いいですよね。はい、はい、さあ、今アルゼンチンを狙ったんですが、逆にこれは、脇固めで返されていきました。さすがですね、木村選手はそういう関節技とかも出稽古に行って学んでるみたいですからね。あ、そうですよね、はい、ただ単にこのパワーあるだけじゃないですもんね。もともとはこの関節技を吉田選手から習いたい、そこから始まったこの木村京子でありますが、はい、さあ、松本がその木村に物おじしたいですね。さあ、アルゼンチン、ここは成功した、ここはアルゼンチンバックブリーカー、でもスリッパで、そうですね、スリッパ王が決まっている。さあ、松本、これは締め上げきれないか。おっと、空中でこれは上体を起こした形になりましたが、さあ、ようやくここで成功しました。いや、木村京子、あそこでスリッパですか。はい、そうですね。あ、でも今お腹に、そうですね、さあ、これでどうだ。さあ、今松本の得意技ストマックブロックはカウント2。このデビューの当時からそうなんですけど、アルゼンチンの体勢からストマックブロックに持っていくというこの松本博代ならではの技があるんですよね。はい、あっと、またやられた、またしても嬉しい。今日さあ、かなり急角度に決めてますね。そうですね、さあ、危ない、さあ、脇固めの体勢でこれ決められていますが、飛び込みざまに決められて、そのままロープに逃れることはできるか。さあ、松本博代、この試合でなんとかアピールして後楽園につなげたい。さあ、吉田さん、この試合ですけれども、はい、やはりこれである程度のこう実績を残すと後楽園ホール大会につながるというものも見方もできますよね。そうですね、みんな後楽園大会があるっていうのをやっぱり意識してると思います、はい、そうですよね、はい、さあ、後楽園につながる道、さあ、それが今日最終戦となりますが、さあ、5月5日後楽園どういう形で進むのでありましょうか。おっと、うまい、これはうまかった、ボディースラムの体勢。さあ、これが松本のパワーだ。松本博代、やはりパワーでは一枚上手というか、先輩に負けないところありますね。そうですね、これで勝利に続くものを出してもらえばいいんですね、はい、そうですよね。さあ、今度は成功するか、今度はうまくいった。先ほどは、あっと、これは回転しての上不思議。あっと、これが決まるか、決まるか、決まった。アルゼンチンで締められながらも回転して逆転の上不思議、木村京子との勝ちとなりました。さあ、吉田さん、この一戦いかがでした。はい、そうですね、木村京子、はい、松本選手のパワーに対してテクニックを使いましたね。そうでしたね、はい、はい、さあ、木村京子ロードトゥーホール2、さあ、この5月5日後楽園ホールに木村京子がまず勝ち名乗りを開けました。さあ、悔しそうな表情は松本博代。さあ、2人が睨み合っているが、さあ、松本悔しそうですね。そうですね、こう自分のペースに持っていけたんだけれども、それをものにできなかったっていう風に言ってましたね、はい、試合終わって。なるほど、松本の成長も見えました。